はい、皆様こんにちは。今回アップしました動画は、以前よりご要望がありました児童における法話の音声です。昨年2023年令和5年の春のお彼岸で行った法話です。2020年から始まったコロナ禍が、この春のお彼岸の頃にマスク着用が個人の判断になるなど、世間的に少しずつ収束の方向に向かっていく、そういう時期でございました。その時にあたって、コロナ禍を通して経験したこと、考えたことなどを振り返る内容です。それではどうぞお聞きください。はい、改めましてこんにちは。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございます。久しぶりにお彼岸お盆などでこういった形での法話をさせていただきます。約3年ぶりということでございまして、コロナ禍が始まりまして大変こう気づけば大変な時間がこう過ぎたということがございます。そうか、私たちの生活スタイルもこう随分こう変化をいたしまして、一応なんかこう今収束の方向に向かっているということでございますが、もう変化してしまったものをこうまた変化させるというのは大変だなというようなことも思っております。今日も私、体調などをしっかり見た上でマスクを外させていただいて、おるわけでございます。マスクにももうだいぶ慣れましてですね、むしろこうない方があれどうしたのかな、自分の顔の一部がなくなったのかななんて思っちゃうんですけども、当初はですね、最初つけた時はもう苦しくてですね、もう死ぬんじゃないかと、お経を唱えた時思いまして、もう大丈夫かなと思うんですけど、偉いもんで人間って慣れるもんで、マスクつけながらでも生活ができる。ただ夏の時期になるとちょっとやっぱり皆さん苦しいっていうことがあったかなというふうに思います。先日一般の方と何年かぶりにですね、話す機会が、ちょっと会話をする機会がありまして、ちょっと飲み物を飲もうと思って、こうマスクをこう外して飲み物をこう飲もうとしたら、その方がなんかこう不思議そうな顔してこうじっとこっちを見てるんですね。で、どうしましたかってこう聞いたら、なんか老けましたねって言われました。本当にこれね、皆さんここで笑ってくれたからいいんですけど、これで、うんうんなんてうなずかれたらですね、もうそれは3年分年取ってるんですから、しょうがないなと思うんですけども、もうそんなこと言われるんだったらずっとつけとこうかなと思ったりもしたんですけども、このマスクもですね、いろいろと、この後もまた状況も変わってくるということもあると思いますので、その状況に合わせて、つけていく、外していく、こう、そういったことを考えていってもらえればいいんではないかなというふうに思います。前置きが長くなってしまったんですけども、こうやってですね、コロナ禍もこう、一応こう収束していく、そういった時にあたりまして、もう一度このコロナ禍を通して感じたこと、また学んだことということを、やっぱりここで振り返っておかなければならないのではないかなという気持ちになりまして、またそのような中で、大聖人様の御所を多く引かせていただきまして、自分のこう、また皆さんのこう励みとさせていただいた、そういったことがありましたので、今日はそのことについて、ちょっとお話をさせていただこうというふうに思っております。このコロナ禍はですね、中国の方で2019年の12月頃から始まったとこう言われてるんですね。いろいろこう科学者のこうおっしゃることで、医療関係の方でおっしゃる方はもっと早かったとか、そういったこともおっしゃる方もおられるようなんですけども、その時期だったと言われてます。で、日本でこう報道されるようになったのは、2019年の年末から年明けぐらいだったというふうに思うんですね。で、当時、確か、豚コレラっていうのがね、豚のコレラですかね。あれが流行って、殺処分、かわいそうですけどね、殺処分が大変だというようなことを当時ニュースでやってて、なんだかそんなのとこう一緒のような話なのかなっていうようなぐらいで、こう、報道を見ていたということがございました。それで2月頃になりましてですね、だんだんと世界中でこれおかしいぞと、年明けですね、2020年の2月頃になって、だんだんおかしいぞとなってきて、フェリーのことがあったんですよね。で、その2月末に、小中高の学校が一斉休校になったんですね。急に学校行かないっていうふうになりまして、これは大変だっていうようなことになった。そして、もう皆さん、よく記憶を覚えていらっしゃると思いますけど、4月に緊急事態宣言が出たんですね。あの時は緊急事態宣言、名前がもうね、緊急事態宣言なんてもう緊急の緊急だろうということで、
もう大変だっていうことになって、まあ驚きと不安をこう隠せない、そういったものを入り混じりながら日々を皆さん過ごしてたと思いますね。まあ後に緊急事態宣言って何度も出ますから、振り返ってみると、緊急事態宣言の名前が落ちてしまってですね、もうなんか緊急性もなくなってしまうような、そういった感じになってしまった。あの時からは想像もつかなかったですね、わけです。で、そこから結局、ずるずると3年の日々が、約3年ですね、日々が過ぎたということになります。まあ当初はとにかく見えないですね、ものが相手でございますから、どうしたらいいのかわからないという感じでございました。また最初の方にご不幸も続いたというようなこともあってですね、やっぱり誰もが怖かったということはあったというふうに思うんですね。まあところがすぐに皆さんうっすらとこう気づき始めたわけです。それは怖いのは病気ではない。人間が怖いということですね。病気はもちろん怖いんですけど、それをこう恐れるあまりに人をこう傷つけてしまったり、そういったことをする人間の方が、やっぱり怖いっていうことをですね、なんか随分こう感じたわけですね。そもそも病気にかかるって誰のせいでもありませんね。誰も悪いわけではない。人間がどうして、なんとかどうこうしてなんとかなるものであれば、そもそもこんな流行なんてしないわけですよね。もういろんなみんな対策をしても、なかなかそこは難しい。もちろんかからないように気をつけるっていうことは大事だと思うんですけども、でも誰もが病気になるわけです。誰もそれを責められるものではない。ところが、あの人が病気になったって噂したり、悪口や嫌がらせをしたりする。それも当初は半端じゃなかったですね。もういろんな話が聞こえてきました。そして2020年の4月頃にはですね、買い占めも起きたんですよね。棚のスーパーとかドラッグストアの棚から陳列したものがなくなるっていうようなことがありました。私どもの世代ではですね、教科書でオイルショックというのを学びましてですね、こんなことがあったら大変だったんだ。当時トイレットペーパーがなくなったっていうようなことを聞いて、いや、そんなことなんてっていうふうに思ってたんですけども、現実に目の前で起こるとはまさかまさかですね、思わなかったですね。普通に常識的に考えれば、流通が止まるなんていうことは、基本的には災害なんかがない限りは起こり得ないわけですね。ですけど、風評というものはすごい、やっぱり怖いもんだな、というようなことを感じたわけです。まあそういう中で、やっぱり皆さんちょっと暗い顔をしてた。もう、どうしたらいいかなってわからない。そういった顔をされる。そういったことがございました。そこで大聖人様の御所から、次のようなお言葉をいただいたんですね。常に得める姿にてお忘れしと、八幡宮造営寺というその御所の中のご一節でございます。この言葉はですね、大聖人様の断末に池上兄弟というですね、兄弟がおられまして、非常にこう熱心に信心をして、お父さんの信心をこの法華経の信心につかせた、そういった方ですね。この方たちが八幡宮という大工さんなんです、この池上兄弟というのはね。大工さんで、八幡宮の造営に関わるということで、自分たちはやりたくない。ですけど、立場上関わらなければいけない。そこで、すごく苦しむんですね。で、その時に、大聖人様が、あなたたちは何も悪いことしてないんだから、そこで毅然とした態度でいなさい。ただ、ですね、突っけんどになってしまったりしてはいけない。にこやかに日々を過ごしていきなさいよ。道を歩く時には笑っていなさいよ、っていうことをおっしゃった。仰せになられた。そういうご教授なんですね。で、このご教授をもって考えれば、確かにそうですね。私たち病気になっても何も悪いわけではないわけですよね。体調が悪くなったり、苦しくなったりするということはやっぱりあるわけでございます。また、そういった病気を持ってですね、いろんなものを抱えながら生きていらっしゃる、そういったこともあるわけですね。なのに、病気に対して文句言ったり、人相手に怒ってしまって、不平言ったりしてしまっても、仕方ないし、また疲れますね、こういうことは。本当にそうだと思います。ですから、こういう時ほど気持ちだけでも明るく、にこやかに過ごしていきなさいよということで、私自身もとても支えになった、そういった御所でございました。一方で、寺院としてもですね、ちょっと難しい時期になりました。この3年間というのはですね、寺院行事などの活動とか、法事とか、そういったことを行えない、そういったことを、どうやって差配するべきかと、いろんな工夫をしたりしながら、やっていくということが必要になりました。ただ考えてみますとですね、こういった難しい状況は今に始まったわけではなかったんですね。
そもそも宗教離れとか、それから人間関係が希薄になってるなんていうのは、この数年の話ではありません。もう戦後すぐぐらいから言われてる。何十年と言われてることなんですね。ですから、気持ちを切り替えて、よし、いろんな新しいことにも取り組んでみようということで、取り組ませていただいたこともございました。動画を使って皆さんと交流を深めるというようなこともしてみたら、意外にこう、皆それぞれの世代の方が参加してくれてっていうこともあって、よかったなというふうに思います。そういう時に、励みになったお言葉が、次のような言葉なんですね。仏法を信じて、この度、生死を離れる人の、少し心のゆるなるを進めんがために、疫病を仏の与えたも、励ます心なり、進むる心なりと、そういう御所でございます。演武大中御所という御所ですね。大聖人様ご在世の時代も、これ、疫病が何度も流行したというふうに言われています。特に晩年の方にですね、流行った疫病は非常にこう大変だったみたいで、今の人たちと同じように人々が右往左往していた、そういう状況がありました。で、現代のように医療も発達してない時代ですから、なんならちょっとした風邪でもなくなっていく、そういった時代のわけですね。ですから当時の人々が右往左往するのはこれしょうがない、もう仕方ないことだと思います。そういう状況にあって、このご教示にあるんですね。仏法を信じて根性に生死の苦しみを離れようとする人が少し心が緩んだので、それを正しい道に戻そうとして、仏様がこの死難、ね、疫病というものを試練として与えたのだと、これは激励のためであるんだと、励ましてくれていることなんですよということをこう仰せられる。そういうことなんですね。こういう視点、物の見方や捉え方っていうのは本当にすごいことだなというふうに思いました。私たちはコロナ禍を通して制限ある生活をしなきゃいけないっていうようなことになったわけですね。特に当初は外食ができないとか、旅行ができないとか、人とこう交流ができない、そういう状況になりました。で、そういったことが大変なストレスになりまして、病気にかからないまでも体調を崩してしまうような方っていうのは、これ実際におられたようですね。でも、考えてみますと、いつでも外食できる、旅行ができる、そしていつでも誰とでも会えるっていう方が本当は稀なことですね。稀有なことじゃないかっていうことが、皆さん気づかれたんではないかなというふうに思います。いつも師匠ですね、ご住職からも私もいつも言われるんですけど、お前は毎日正月だって言われるんですよね。師匠の世代よりもっと上の世代の方は戦前、戦中、戦後っていうそういう苦しい時代を生きてこられてるわけです。でそういう人たちの受け止め方は、またちょっと違ったものがありました。このコロナに対する受け止め方というんですね。ある90歳になろうかという女性の方とお話をしていた時のことなんですけども、私は戦争でとにかく苦労したと。もう本当に食べるものもなくて、本当にきつかった。大変だったと。で長生きしてきて、またこんなコロナでね、こんな事態に遭遇するとは思ってもいなかった。こうおっしゃるんですね。でそれで、さらに次にこうおっしゃるんです。長生きしてきてよかったってこう言ったんですよね。で私あれと思いました。次には多分こんなこと言うんだろうな。こんな思いするんだったら長生きするななんてもうや、長生きしたくなかったっていうふうに言うのかなと思ったんですよ。もう不謹慎ですけど、そういうふうに思ったんですね。ところが違うと。これも長生きしてきたから経験できることなんだと。こういうね、苦しいことだって長生きできたからこそで経験できる。苦労だって生きているから経験できるんだと。ありがたいことなんだっていうことをこう教えてくださったんですね。とにかく私たちというのは考え方や捉え方次第で生き方というのは随分変わってくるなというふうに思います。そういう経験を様々なこう多くの皆さんの中でこう話を聞く中でいろんなことをこう思わせていただいた、そういった3年間でもあったかなというふうに思うんですね。でそして改めてこの一つの御所を思い浮かべました。それが、日蓮は世間には日本第一の貧しき者なれども、仏法をもって論ずれば、一円部大第一の止める者なりと、ですね、守護札増流章という、そういう御所でございます。大聖人様は決してこう恵まれた環境にあったわけではありません。むしろ、当時の人から見ても、ほら、日蓮はもう大変だと、大変苦しい状況だってこう、見られていたわけですね。でも大聖人様はその状況をこう決して恨むこともなく、信心の観点から自分自身の人生をこう語るわけですね。
日蓮は俗世間では日本第一の貧しき者だと。一般のね、私たちで考える世間の中では、もう大変に貧しい人間だと。もし仏法の上で論じたならば、世界第一の富めるものなんだというわけですね。自分は恵まれた人間なんだっていうことを仰せなんです。世間と仏法でこう対比して、もう一度自分の人生を捉え直したということになるんですね。今の私たちに対してのもう大きな励ましとなる、そういったご教授ではないかなと思います。コロナ禍を通しまして、皆様も自分たちにとって大切なものは何であるかということをこう考えたというふうに思いますね。何ができない、これができない、いろんなことがある中で、自分たちに何が大切なんだろうかということを考えていただいたというふうに思います。きっとその中には、今日お参りいただいたようにですね、手を合わすことの大切さとか、仏様を感じることの幸福感、そういったことも含まれているというふうに思います。そのようなこの気づき、これは大変な宝物だと思いますね。この気づき自体が宝物だと思いますけども、その宝をコロナ禍が終わったら、もうすっかり忘れちゃったっていうんじゃ、ちょっともったいないというふうに思います。コロナ禍、もちろん、これからコロナ禍がこれどうなっていくかっていうのは私もわかりませんけども、たとえ収束していったとしても、また同じようなことは起こってくるかもしれませんね。そして、なんならもっとひどいこと、もっと苦しいことも起きてくるかもしれないんです。でもそのような時でもですね、この数年皆さんが経験したことっていうのは必ず支えになるし、必ず人生の教訓になってくれるというふうに思います。ぜひこれを機会にですね、この彼岸、またこれからの少しの時間をもう一度お機会にしていただきまして、この日々、この数年の日々を振り返っていただき、皆様にとって大切なものは何であろうかを考え直す機会にしていただければと思う次第でございます。以上、本日の方はこれまでといたします。ご清聴誠にありがとうございました。以上です。ご清聴誠にありがとうございました。不安定な気候が続いています。くれぐれも大事にお過ごしください。それではまた。さようなら。